海外で発生した地震についてお伝えします。11月8日13時53分頃日本時間になりますが、インドネシア付近バンダ海でマグニチュード 7.0 の地震が発生しました。なおこの地震によって津波被害の心配はありません。でこのエリアなんですけども、何度かこういった大きめの地震が発生しているところです。今回のこの地震は正断層型の地震といった状況となります。震源の深さは10キロということもありますので、この付近で比較的これ以上の地震が発生した場合、津波の発生する恐れもあります。最新情報は必ず確認するようにしてください。以上、インドネシアで発生した地震についてお伝えしました。また詳しい情報はアプリウェザーニュースもご覧ください。Thank you.